川中不動無明協天然寺は、大分県文後高田市にある、天台宗の寺院。三号は、長岩八山。本堂の本尊は、釈迦如来。坑道の本尊は、観音菩薩。九州西国十三箇所第五番札所、国崎六号万山霊場第九番札所。境内は、国指定名称天然寺矢場及び無道寺矢場、大分県指定史跡長岩や山天然寺に、 指定されている。六号万山の中山本寺で、自伝によれば、養老二年に一刺激により創建されたという。毎年旧正月の旧暦1月7日の夜に行われる修正機会で知られる。修正機会の様子は、近隣に設けられた鬼会の里で、ビデオで見ることができる。寺の前を流れる長岩屋川の川中の巨岩には、川中不動の通称で知られる、魔害物がある。 高さ3.23メートルの不動明王と二道寺の像で室町時代に氾濫を繰り返す川の水害防除の岩のために作られたと伝えられている。また、道府の後輩には奇岩、巨岩がそびえており、天音年寺は峰、または矢バ系になぞらえて天音年寺矢バと呼ばれる。古くから六号山の修行場と知られ、最深部にかけられるアーチ橋、無名橋は、 峰入り修行のピークとも言える難所である。この寺には国の重要文化財である阿弥陀如来立像が伝わっている。高さ198センチメートルの檜のキの一木像の仏像で平安時代後期の作とされる。素朴で恩和な表情や簡略化された絵文が特徴で地元の仏師の手になると考えられている。この仏像は他のごの仏像とともに 明治39年に旧国宝に指定されていたが、昭和16年に大水害で損壊した本堂の再建資金を得るために、昭和36年に埼玉県の寺院に売却された。しかし、平成9年に大分県などによって買い戻され、平成15年に約40年ぶりに天然寺近くに開設された天根寺伝統文化伝習施設。 お二階の里に里帰りを果たしたものである。ありがとうございます。